ドラブリッツ秋田の梶谷幸人です。皆さんの質問に答えます。それではキックオフ秋田スタートです。こんにちは、 AAB アナウンサーの中島千穂です。今週のキックオフ秋田はブラウブリッツ秋田の試合から振り返ります。吉田監督の言葉にも注目です。首位町田との試合は勝てば J2 残留が決まる大一番。前半11分、ブラウブリッツはコーナーキックのクリアボールが味方に当たり、それに反応した相手選手にゴールを決められてしまいます。しかし前半41分に畑が蹴ったフリーキックをニアサイドで斉藤隆二が角度を変えて流し込み、同点に追いつきます。同点で試合を折り返したかった前半のラストプレーで町田に勝ち越しゴールを許してしまうと、ブラウブリッツは後半だけで9本のシュートを打ち、町田ゴールを脅かしますが、惜しくもゴールネットは揺らせず、 J2 残留確定は持ち越しとなりました。自分たちで運を運んでこれるように信じ続けて走っていきたいと思います。意志の強い走り、責任感のあるこぼれ球、日常からチームが勝つためにチームにどうやって貢献できるか、貢献と結果はつながっていると思います。秋田の選手ならもっと運を引きつけれた。ブラウブリッツは勝ち点は47のままで順位を13位に落としています。 J3 降格圏21位の大宮との勝ち点差は11です。ブラウブリッツは次の試合に勝つか、引き分けもしくは負けでも、大宮が引き分けか負ければ J2 残留が決まります。続いては選手がサポーターからの質問に答える、教えて推しメン。今回は新進気鋭のフォワード、この選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ練習終わり、はい、梶谷選手が幸せを感じるときはどんなときですか？ゴール決めたときですかね。今シーズン J1 サガン鳥栖から期限付き移籍で秋田にやってきた梶谷幸人選手、23歳。ドリブル突破に推進力、卓越した足元の技術が特徴です。この爽やかな笑顔から女性ファンも多い梶谷選手、今日は X、旧 Twitter で募集したサポーターからの質問に答えてくれます。気になるプライベートの質問も。秋田に来て困ったことは何ですか？やっぱ雪が積もってるあれだったので、12月入ったらもうスタッドレスないと無理だからみたいな話は見ながらよく聞くんで、でもお金かかるじゃないですか、やっぱ結構高いじゃないですか、タイヤなんで、買えるか送るかでめっちゃ迷ってます。秋田に来て美味しかった食べ物は？自分がよく行くのはその勝吉さんっていうところなんですけど、以前も番組でご紹介しましたが、秋田市に2店舗を展開する勝吉、看板メニューはとんかつですが、そこの BB 定食は日替わりで何でも出てくるので好きだなっていうのと、なんだっけな、あ、炭火焼きサムっていう駅前にあるところのもつ鍋がめちゃくちゃ美味しかったなっていうのが印象にあります。好きな女性のタイプを知りたいですと。好きな女性のタイプですか、まあ、結構話すのが好きなんで、そういうところで一緒に笑ってくれる人がいいですし、笑顔が素敵な人がいいです。もしも1日他のブラウブリッツ秋田のメンバー1人と入れ替わるとしたら誰になりたいですか？畑純喜選手ですね。子供がめっちゃ可愛いです。カジカジってめっちゃ来てくれるんでめっちゃ可愛いです。で、自分よく遊んでるんですけど、未だに寝かしつけられたことが1回もなくて、もう5回ぐらい挑戦してるんですけど、まだ1回もパパどこって絶対言われるんで絶対寝てくれないんで、
可愛いめっちゃ可愛いです。だから寝顔とかめっちゃ可愛いんで、一緒に寝かしつけられるように純喜くんと入れ替わりたいなっていうのは思います。いつもゴール裏から応援しています。ハーフパンツは短いのがお好きですか？確かに試合中の梶谷選手、ハーフパンツ短いですね。上げてる？なんとなく上げちゃう癖なんですよ。癖でなんか邪魔だ、まあ邪魔だから短いのが好きなんだと思います。以前一番大きいブラウゴンのぬいぐるみを購入したと SNS で紹介されていましたが、どうして購入したのですか？3月自身の SNS で、ヘイ兄弟これからよろしくと上げていましたね。特大サイズのチームマスコットブラゴンを購入した選手はこれまで梶谷選手だけなんだとか。いや可愛すぎてもう即決してすぐ買いましたね。パッと見で可愛いなと思いました。どこが可愛いとかじゃなくて、なんかこのフォルムとか全てが可愛いなって思いました自分は。現在は寝室に置いてあるそうですよ。中村選手のインスタライブで、飛行機が怖くて飛行機で移動するときは隣の席の小柳選手にしがみついているとご自身で言っていたのですが、慣れましたか？全然慣れてないです。千葉戦の時に台風衝撃してて、はい、もう死ぬかと思いました。多分一人だけ叫んでて、もうキャビンアテンダントの人もめっちゃ笑ってました。どの瞬間が一番怖いですか？いや、あの臓器浮く感じが自分ダメで、いやもう上に押さえつけて下もしがみついてやってます。あ、そこで固定するってことですか？そうそうそう。みんなチケット受け取るときに俺の隣引くと外れ外れってめっちゃ言ってきます。マジでやだって言ってきます。サッカー選手としての夢を教えてありました。今やサッカー漬けの毎日を送る梶谷選手ですが、大学時代は体育の教員免許も取っていたんだそうです。プロになれない時のことも考えて教員の道もっていう二軸でやってたところがあったので、その、まあ、海外で活躍するのがベストなのかもしれないですけど、まあ、自分の場合はサッカーを常に全力でやりきるっていうのを目標にしてるんで、まあ、ここからはもう本当に自分の体がぶっ壊れるまで上を目指してやっていきたいと思います。明日は限定ユニフォーム T シャツを着て応援しよう。にかほ市で14日全日本 U18 女子サッカー選手権の東北大会が開幕しました。東北6県から合わせて7チームが出場する中、優勝チームのみに与えられる全国大会の出場権をかけて、開催地秋田からは秋田 NFC が唯一出場しました。山形の鶴岡キャロルとの初戦は前半から秋田 NFC が押し込む展開を続けますが、ネットを揺らすことができずスコアレスで試合を折り返します。しかし秋田 NFC は後半に先制すると、13分右サイドを駆け上がった伊藤かなみがそのままシュート。さらにその14分後、相手キーパーが弾いたボールをキャプテンの熊谷空が冷静に流し込みました。秋田 LFC は終わってみれば大量6得点のゴールラッシュ。鶴岡キャロルを下して初戦突破を果たしました。すぐにシュートするのではなく、もう一本つなげてゴールにつなげるという作戦でいきました。みんな協力して勝つことができて、とてもいい形で終わることができたと思います。秋田 LFC は翌日の準決勝で残念ながら敗退。決勝は来月3日に行われます。今年もストライカーポケモンエースバーンがやってきますよ。来月11日プロモーションサッカーフェスティバルがにかほ市の TDK 秋田総合スポーツセンターで開催されます。右下の QR コードから申し込みができます。参加費は無料で、チームでも個人でも参加できますよ。
詳しくは秋田県サッカー協会のホームページをご覧ください。エースバーンと一緒にサッカーをしよう。先週行われた町田戦では限定のキッズユニフォームを着た子どもたちがふわふわ遊具で遊んだり、親子でスタジアムグルメを楽しんだりしていました。明日秋田市のソユースタジアムで行われる明治安田生命 J2 リーグブラウブリッツ秋田対ベガルタ仙台もファミリーデーです。明日も小学生以下限定先着400人にオリジナルデザインキッズユニフォーム T シャツとオリジナルデザインタオルをプレゼント。町田線とはデザインが違うので明日もキッズユニフォームを着てブラウブリッツを応援しよう。今シーズンのホームゲームは残り2試合、明日は負けられない東北ダービーです。スタジアムでブラウブリッツを応援してホームで5月以来の勝利を、そして J2 残留を決めましょう。キックオフファクター、また来週。